タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎ草子。毎週木曜日にお送りしておりますタイムリー六本木 TV ラジオ版、毎月第2木曜日は朗読番組朗読おとぎ草子をお送りいたします。私、皆様のご案内役を務めます小磯和成です。よろしくお願いいたします。この番組では様々な文学作品をタイムリーオフィスのメンバーによる朗読でお楽しみいただいております。では早速今回のゲストにご登場いただきましょう。高橋由美さんと川口俊里さんです。こんにちは。こんにちは。お二人ともこの番組は初めましてということでよろしいんでしょうかね。はい。はい。川口さんは、高校生？はい、今高校1年生です。あら、フレッシュなお方が参りましたよ。なんて感じで。今日、本日ご紹介いただく作品は何でしょうか？はい、今回は、新見南吉作、手袋を買いにを朗読させていただきます。お。有名な作品ですね。朗読会では。はい。ではどんな感じになるのか。それでは早速朗読の準備の方をよろしくお願いいたします。それでは、高橋由美さんと川口俊里さんによる朗読で、新見南吉作、手袋を買いに。ごゆっくりお楽しみくださいませ。手袋を買いに。新見南吉。寒い冬が北方から狐の親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、洞穴から子供の狐が出ようとしましたが、あっと叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました。母ちゃん、目になんか刺さった、抜いてちょうだい、早く早く。母さん狐がびっくりして慌てふためきながら目を押さえている子供の手を恐る恐る取り除けてみましたが、何も刺さってはいませんでした。母さん狐は洞穴の入り口から外へ出て初めてわけがわかりました。昨夜のうちに真っ白な雪がどっさり降ったのです。その雪の上からお日様がキラキラと照らしていたので、雪は眩しいほど反射していたのです。雪を知らなかった子供の狐は、あまり強い反射を受けたので、目に何か刺さったと思ったのでした。子供の狐は遊びに行きました。真綿のように柔らかい雪の上を駆け回ると、雪の子がしぶきのように飛び散って、小さい虹がスーッと映るのでした。すると突然、後ろでドタドタ、ザーッとものすごい音がして、パン粉のような粉液がふわーっと小狐に追っかぶさってきました。小狐はびっくりして雪の中に転がるようにして10メートルも向こうへ逃げました。なんだろうと思って振り返ってみましたが、何もいませんでした。それはもみの枝から雪がなだれ落ちたのでした。まだ枝と枝の間から白い絹糸のように雪がこぼれ落ちていました。まもなく洞穴へ帰ってきた小狐は、お母ちゃん、お手手が冷たい、お手手がジンジンすると言って、濡れてボタン色になった両手を母さん狐の前に差し出しました。母さん狐は、その手にはーっと息をふっかけて、ぬくとい母さんの手でやんわり包んでやりながら、もうすぐあったかくなるよ、雪を触るとすぐあったかくなるもんだよと言いましたが、かわいい坊やの手に霜焼けができてはかわいそうだから、夜になったら町まで行って坊やのお手手に合うような毛糸の手袋を買ってやろうと思いました。暗い夜が風呂敷のような影を広げて野原や森を包みにやってきましたが、雪はあまり白いので
包んでも包んでも白く浮かび上がっていました。親子の銀狐は洞穴から出ました。子供の方はお母さんのお腹の下へ入り込んで、そこからまん丸な目をパチパチさせながら、あっちやこっちを見ながら歩いていきました。やがて、行く手にぽっつり明かりが一つ見え始めました。それを子供の狐が見つけて、母ちゃん、お星様はあんな低いところにも落ちているのね、と聞きました。あれはお星様じゃないのよ、と言って、その時母さん狐の足はすくんでしまいました。あれは町の火なんだよ。その町の火を見た時、母さん狐はある時町へお友達と出かけて行って、とんだ目にあったことを思い出しました。およしなさいっていうのも聞かないで、お友達の狐がある家のアヒルを盗もうとしたので、お百姓に見つかって、三座を追いまくられて、命からがら逃げたことでした。母ちゃん、何してんの？早く行こうよ。と、子供の狐がお腹の下から言うのでしたが。母さん狐は、どうしても足が進まないのでした。そこで、仕方がないので、坊やだけを一人で町まで行かせることになりました。坊や、お手手を片方お出し、とお母さん狐が言いました。その手を母さん狐はしばらく握っている間に、かわいい人間の子供の手にしてしまいました。坊やの狐は、その手を広げたり、握ったり、すねってみたり、嗅いでみたりしました。なんだか変だな、母ちゃん。これなーに？と言って、雪明かりに、またその人間の手に変えられてしまった自分の手を、しげしげと見つめました。それは人間の手よ。いいかい、坊や。町へ行ったらね、たくさん人間の家があるからね。まず表に丸いシャッポの看板のかかっている家を探すんだよ。うん。それが見つかったらね、トントンと戸をたたいて、こんばんはって言うんだよ。そうするとね、中から人間が少し戸を開けるからね。その戸の隙間から、こっちの手。ほら、この人間の手を差し入れてね。この手にちょうどいい手袋ちょうだいって言うんだよ。わかったね。決してこっちのお手手を出しちゃダメよ。と母さん狐は言い聞かせました。どうして？人間はね、相手が狐だとわかると手袋を売ってくれないんだよ。それどころか捕まえて檻の中へ入れちゃうんだよ。人間って本当に怖いものなんだよ。決してこっちの手を出しちゃいけないよ。こっちの方、ほら、人間の手の方を差し出すんだよ。と言って、母さんの狐は持ってきた二つの白銅貨を人間の手の方へ握らせてやりました。子供の狐は町の火を目当てに雪明かりの野原をよちよちやっていきました。はじめのうちは一つきりだった火が二つになり、三つになり、果てはとうにも増えました。狐の子供はそれを見て、火には星と同じように赤いのや黄のや青いのがあるんだな、と思いました。やがて町に入りましたが、通りの家々はもうみんな戸を閉めてしまって、高い窓から暖かそうな光が道の雪の上に落ちているばかりでした。けれど、表の看板の上には大抵小さな電灯が灯っていましたので、狐の子はそれを見ながら帽子屋を探していきました。自転車の看板や、メガネの看板や、その他いろんな看板が。あるものは新しいペンキで書かれ、あるものは古い壁のように剥げていましたが、町に初めて出てきた小狐には、それらのものが一体何であるのか、わからないのでした。とうとう帽子屋が見つかりました。
お母さんがみちみちよく教えてくれた黒い大きなシルクハットの帽子の看板が青い電灯に照らされてかかっていました。小ぎつねは教えられた通りトントンと戸を叩きました。こんばんは。すると中では何かコトコト音がしていましたが、やがて戸が一寸ほどごろりと開いて、光の帯が道の白い雪の上に長く伸びました。小ぎつねはその光がまばゆかったので、面食らって間違った方の手を、お母様が出しちゃいけないと言って、よく聞かせた方の手を隙間から差し込んでしまいました。このお手手にちょうどいい手袋ください。すると帽子屋さんはおやおやと思いました。狐の手です。狐の手が手袋をくれというのです。これはきっと木の葉で買いに来たんだなと思いました。そこで、先にお金をください、と言いました。小ぎつねは素直に握ってきた白銅貨を2つ帽子屋さんに渡しました。帽子屋さんはそれを人差し指の先に乗っけて勝ち合わせてみると、チンチンと良い音がしました。これは木の葉じゃない、本当のお金だ、と思いましたので、棚から子供用の毛糸の手袋を取り出してきて、小ぎつねの手に持たせてやりました。小ぎつねはお礼を言って、また元来た道を帰り始めました。お母さんは、人間は恐ろしいものだっておっしゃったが、ちっとも恐ろしかないや。だって僕の手を見ても、どうもしなかったもの。と思いました。けれど小ぎつねは、一体人間なんてどんなものか、見たい。と思いました。ある窓の下を通りかかると、人間の声がしていました。なんという優しい。なんという美しい、なんというおっとりとした声なんでしょう。ねむれ、ねむれ、母の胸に。ねむれ、ねむれ、母の手に。小ぎつねは、その歌声はきっと人間のお母さんの声に違いない、と思いました。だって小ぎつねが眠る時にも、やっぱり母さんぎつねは、あんな優しい声でゆすぶってくれるからです。すると今度は、子供の声がしました。母ちゃん、こんな寒い夜は、森の小ぎつねは寒い寒いって泣いてるでしょうね。すると母さんの声が、森の小ぎつねもお母さんぎつねの太田を聞いて、ほら穴の中で眠ろうとしているでしょうね。さあ、坊やも早くねんねしなさい。森の小ぎつねと坊やとどっちが早くねんねするか。きっと坊やの方が早くねんねしますよ。それを聞くと、小ぎつねは急にお母さんが恋しくなって、お母さんぎつねの待っている方へ飛んでいきました。お母さんぎつねは心配しながら、坊やのきつねの帰ってくるのを今か今かと震えながら待っていましたので、坊やが来ると温かい胸に抱きしめて泣きたいほど喜びました。2匹のきつねは森の方へ帰っていきました。月が出たので、きつねの毛並みが銀色に光り、その足跡にはコバルトの影がたまりました。母ちゃん、人間ってちっとも怖かないや。どうして？坊、間違えて本当のお手手出しちゃったの。でも帽子屋さん、捕まえやしなかったもの。ちゃんとこんないい温かい手袋、くれたもの。と言って、手袋のはまった両手をパンパンやってみせました。お母さんぎつねは、まあ、と呆れましたが、本当に人間はいいものかしら。本当に人間はいいものかしら。とつぶやきました。
タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎ草子。私見ちゃったんです。今週の担当は吉平美晴です。このコーナーはタイムリーオフィスのタレントの活躍を一つピックアップしてレポートいたします。私は先日古谷大和さんが出演されていた1月18日から1月28日までシアターサンモールで上演されていた舞台カジュアルミーツシェイクスピアオセロ SC の S シリアスを見ちゃったんです。いや面白かったです。その魅力を語る前に、このオセロ SC どんな話なのか簡単にお話ししますと、ベニスの将軍であるオセロが美しいデズデモーナと恋に落ちるのですが、オセロをよく思っていない部下の嘘のせいで、オセロは真実と嘘、信頼と疑念の間で揺れ動いていくというもので、いくつもの嫉妬が描かれています。このオセロ SC 何がそんなに面白いのかと言いますと、まずシェイクスピア四大悲劇と言われるオセロを、悲劇と喜劇は裏表というコンセプトのもと、通常一つの作品をシリアスとコメディの2つのバージョンで交互に上演されているんです。オセロ SC の SC とはシリアスとコメディの頭文字を意味しているんですよね。シリアスとコメディという対極にあるように思える視点から、骨格であるストーリーは変えずに同時期に2つの作品として上演されるというのですから驚きですよね。そのためバージョンによって衣装もメイクも出られる役者さんもかなり違うんです。ですが古谷さんはシリアスコメディどちらのバージョンも、この舞台のタイトルでもある主役のオセロを両方とも演じられています。これは役者古谷大和の魅力の裏表を見られるまたとないチャンスでもあるのではと個人的には思ったりもしてしまいました。私の感激したシリアスでの古谷さんのオセロは誠実で凛々しく、舞台の中でも男女問わず慕われ尊敬されていて、誰が見てもかっこいいと思わせる男性でした。まあ古谷さん自体かっこいいですからね、もうきっと見てた女の子は全員軒並みメロメロだったと思います。だって出てくる古谷さんの言葉もシェイクスピアですからね、素敵すぎますよねそりゃ。はい、私はそんなオセロの愛の行方に最後の方は手に汗握って目が釘付けになってしまいました。また普段着でシェイクスピアがコンセプトである今作、シェイクスピアのストーリーの大部分や魅力的なセリフ回しは生かしつつ、あくまで現在の日本で上演する演劇作品として100色上演していくシリーズであるため、言葉遣いも難しいとかそういうことはなくって、かつシェイクスピアの言葉の魅力はそのままに伝わってくるんです。だから遠い国のお話ではなくって、なんだか自分の身近にあるような話に思えて、シェイクスピアの世界にこう簡単に入れてもらえたという感覚があって、それが私にとってとても感動的な体験でした。やっぱり舞台独特の空気感によって描かれる世界にこう引き込まれていく、そんな魅力がありますよね。これは生でしか味わえない感覚なのだなと改めて感じました。刺激的で楽しい舞台感激になりました。古谷さんですが、2月21日から2月25日まで新宿村ライブにて行われる最果てリストランテという舞台に出演されます。こちらもぜひチェックして、生でしか味わえない刺激的な体験を皆さんもぜひしてみてください。ということで、私見ちゃったんです。本日は古谷大和さんが出演するカジュアルミーツシェイクスピアオセロ SC を私吉平美晴がお伝えいたしました。タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎ草子。タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎ草子。今回は
高橋由美さんと川口俊里さんによる朗読で、新見南吉作手袋を買いにをお送りいたしました。高橋さん、川口さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。なんか、ね、お二人で読むという感じで。はい。これは、分けるのは、やっぱり小狐と親狐みたいな感じで分かれてるような感じがするんですけれども、こういうスタイルで読んでみてどうでした？いや、そうですね。うん、私、高橋はお母さん狐役を演じたんですけれども、はいはいはい、まあ、実際私今ね、子供がいるわけではないので、うん、ちょっと難しいなと思いながらも、なるほど、まあ、でもその小狐を可愛いと思う気持ちとか、うん、ね、愛情深いお母さんのセリフとか、うん、行動とか、ね、いろいろこう読んでいる時にすごく愛情が溢れてるなっていうのを感じたので、それが伝わったらいいなと思いながら読ませていただきました。いやーね、はい。非常に、子守唄、いい感じだったじゃないですか。ありがとうございます。ねえ、川口さん、聞いててどうでした？あれ。いや、もう、自分も揺られながら朗読していたんですけど。ね、もう、このまま寝てしまって、後半読まんといていいかな、みたいな感じ。小狐寝ちゃった。そうそうそう。なんだ、この間は、みたいな感じのね。はい。そんな川口さんはどうでした？小狐、やってみて。小狐はその人間になりすまして街に出て手袋を買うという感じだったんですけど、うん、本当に看板を見ながら歩いていくシーンだったり、うん、その探求心、うん、好奇心旺盛な小狐だったので、うん、自分もワクワクしながら朗読を読み進めました。うん、ね、こうやって二人で読んだり、まあ、後々ね、またお一人で読む作品なんかも出てきたら、素晴らしいなとは思いますが。いつかね、挑戦してみたいですね。まあ、いつかと言わずに来月でもいいんですよ。高橋さんは何かお知らせがあるということで。はい、お知らせさせていただきます。はい、毎週水曜日12時から12時15分放送、ストックボイス TV 内藤証券中国株情報という番組のキャスターを務めさせていただいております。はい、生放送でもご覧いただけますし、その後 YouTube にもアップされますので、ぜひご覧ください。はい。株の番組ってことですよね。そうですね。この内藤証券さんは、特に中国株にも強い証券会社さんなので、解説に来ていただいて、はい、私の方はこう、今の状況はどうですかとか、はい、今注目のものは何ですかみたいにこう質問させていただくような、はい、番組となっております。川口さん、株とかわかります？はい、株。はいって言った。はい、いや、両親から、どういう株がいいのとかを、聞かれて、正月にちょうど家族で株の話で盛り上がりました。家族と株の話で盛り上がる高校生、正月か。なかなかね、珍しい、ね。すごいよね。ね。いや、初。本当ですよ ね。いや、むしろちょっと解説に来てもらいたいぐらい、ね。高校生にして、ね、年末にはじゃあ、農会がどうのこうのとか言ってるかもしれないね、この高校。末恐ろしい高校生が登場してしまいました。あ、株にまつわる朗読作品とかあったかな？ぜひ探してみましょうか。はい、その説はまたお二人でね、そんな作品をやっていただければと思いますが。はい。ここで、私事ながら私もちょっと一つお知らせをさせてください。新義団無名クラシックス with セブンスエクスパンションボリューム9。海猫の鳴く頃に、ステージオブザゴールデンウィッチエピソード3が2月22日木曜日から2月25日日曜日まで、新宿にあります国民共済コープホールスペースゼロにて開催されます。日暮らしに鳴く頃になどで有名な竜騎士07先生の第2作目海猫の鳴く頃にの舞台化した作品でございます。原作は8作目まであるんですけれども、それの第3作目までやってまいりました。いよいよお話が中盤、だいぶ盛り上がってくるところでございます。ぜひどうぞお楽しみに。タイムリーオフィスからはですね、私小磯和成と青田泉、そして山城夏美が出演いたします。
はい。では、高橋さん、川口さん、本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、次は株の作品を朗読でやっていただけるということで、楽しみにしております。それはどんな作品でもいいので、またお越しいただければと思います。はい。高橋由美さんと川口俊二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎ草子、今回はここまでです。次回の放送は来月の第2木曜日3月14日の予定です。ご案内役は小磯和成でした。それではまたお会いいたしましょう。